生き量。小泉八雲。田辺隆二役。昔、江戸霊岸島に喜兵衛という金持ちの瀬戸物店があった。喜兵衛は六兵衛という番頭を長く使っていた。六兵衛の力で店は繁盛した。あまり盛大になってきたので、番頭一人では管理していかれなくなった。そこで、経験のある手代を雇うことを願って許された。それから自分の甥を一人呼び寄せた。以前大阪で瀬戸物商売を習ったことのある22ばかりの若者であった。この甥は甚だ役に立つ助け役であった。商売にかけては経験のあるおじよりも礼儀であった。彼の再発はその家の商売をますます盛んにしたので、喜兵衛は大変喜んだ。しかし、雇われてから七月ほどして、この若者はひどく病気になって、助かりそうには思われなくなった。江戸中の名医も幾人か呼んで見てもらったが、誰にもその病気の性質はわからない。誰も薬の処方をするものはない。何か人知れぬ悲しみからこの病気が起こっているとしか思われないというのが一同の意見であった。六兵衛は恋の病かとも思ってみた。そこで追いに行った。お前はまだ大層若いのだから。誰か人知れず思っている女でもあって、それでつまらなく思って、あるいは病気になるほどになっているのではないかとわしは考えているのだが、もしそれが本当なら、お前の心配事は皆このわしに言うのが当たり前。ここではお前は両親から遠く離れているから、わしはお前のためには父親同様。だから、何か心配事や悲しいことがあれば、わしは何でも父親のしなけりゃならないようなことはお前のためにする覚悟だ。もしお金がいるのなら、いくらでもわしに言いなさい。恥ずかしがることはない。わしにはお前の世話はできると思う。それに喜兵衛さんもきっと、お前を元気に達者にするためなら、どんなことでも喜んでしてくださるとわしは信じている。病気の若者はこんなに親切に言われて困ったらしかった。それでしばらく黙っていた。が、ついに答えた。こんなにありがたいお言葉は、私は決してこの世で忘れることはできません。しかし、私はないない思っている女もありません。どんな女も望んではおりません。私のこの病気はお医者で治る病気じゃありません。お金は少しも役に立ちません。実は、私はこの家で迫害を受けていますので、生きていたいとは思わないほどです。どこででも、昼でも夜でも、店にいても、自分の部屋にいても、一人の時でも、人中ででも、私は絶えず、ある女の幻につきまとわれて、悩まされています。一晩の休息も得られなくなってから、よほどになります。目を閉じると、すぐにその女の幻が、私の喉を掴んで締め付けようといたしますから、それで私は少しも眠られません。なぜまたそのことをもっと早くわしに言わなかったのじゃ。六兵衛は尋ねた。言ってもダメだと思ったからです。おいは答えた。その幻は死人の幽霊じゃございません。生きている人。あなたのよくご存知の人の憎しみから出たものなんです。誰だい？
六兵衛は非常に驚いて聞きただした。この家の女主人、喜兵衛様の内儀様です。あの人は、私を殺してしまいたいのです。若者は囁いた。六兵衛は、この告白を聞いて当惑した。彼は老いの言ったことを少しも疑わなかった。しかし、その生き量の起こってくる理由の見当がつかなかった。生き量は失恋、または激しい憎悪から、その生き量を発生する本人も知らないのに起こることもある。この場合に何かそこに恋愛関係を想像することは不可能であった。喜兵衛の妻は、50をもうよほど出ていた。しかし、また一方から見て、その若者は憎悪を受けるような、生き量を招くほど憎悪を受けるようなことを何かしたのであろうか。彼は何の打ち所のないほど行儀よく、欠点を見出せぬほど礼儀正しく、それから義務に対して熱心忠実であった。この難問題は六兵衛を困らせた。しかし、よくよく考えた後で一切のことを喜兵衛に打ち明けて調べてもらうことに決心した。喜兵衛は肝を潰した。しかし、40年の間、六兵衛の言葉を疑うべき理由は少しでもあった試しはなかった。それですぐに妻を呼んで、病人の若者の言ったことを同時に告げ、用心深く妻に尋ねた。はじめのうちは青くなって泣いていたが、少しためらってからあからさまに答えた。その新しい手代が言った生き量のことは、どうも本当だと思います。実は、私は言葉や様子に決して表すまいと本当に努めていますが、私はどうしてもあれを嫌わずにはいられません。ご存知の通り、あれは商売が大層上手です。やることは何でも大層気が利いています。それで、あなたはあれに大した権限、でっちや召使いに対する権力をこの家で与えておやりになっています。ところが、この商売を相続すべき私たちの一人息子は、実にお人よしですぐに人に騙されます。それで、この利口な新しい手代が息子をごまかして、この財産を皆横取りしてしまうかもしれないと長い間考えていました。まったく、あの手代はいつでも造作なく、また何のボロも出さないでこの商売を潰して息子を破産させることができると私は信じます。そう信じているものですから、あの男を恐れ憎まずにはいられません。死んでくれればよいと何度も何度も思いました。自分の力で殺せるものならとさえ思いました。それは、そんな風に人を憎むのは悪いと知りながら、その気持ちを抑えることができませんでした。夜も昼もあの手代を呪っていたのです。それで、六兵衛に言った通りのものが見えたに相違ありません。なんというバカなことだ。そんなに自分で苦しむのは。喜兵衛は叫んだ。今日まで、あの手代は悪く思われるようなことは何一つしたことはない。それに、お前はあの男を残酷にも苦しめていた。ところで、もし他の町で支店を持たせておじと二人やることにしたら、お前はもっと優しく考えてやることができるだろうね。
顔を見たり、声を聞いたりしなければ。妻が答えた。もし、あなたがあれをこの家からただ他へやってさえくだされば、そうすれば憎しみを抑えることができましょう。そうしなさい。騎兵は言った。これまでのように憎んでいたのでは、あの男はきっと死ぬ。そうすると、お前は恩こそあれ、何の仇もない人を殺すような大罪を犯したことになる。どの点から見ても、あの男はこの上もない立派な手代だ。それから、直ちに騎兵は他の町に支店を設ける準備をした。それから、この手代と共に六兵衛をやって監督させた。その後、生き量は若者を悩まさなくなった。若者は、やがて健康を回復した。小泉八雲作、田辺隆二役、生き量。お相手は村上陽でした。ではまた。